キャンディス・ブシュネルはアメリカ合衆国の作家、ジャーナリスト、テレビプロデューサーである。ニューヨーク・オブザーバーが見に寄稿したコラムをもとに、脚色したセックスとニューヨークはベストセラーとなった。この本は HBO のヒットシリーズドラマセックスザシティやその後2本の映画の原作となった。ブシュネルはこれに続いて数々の小説を発表し、国際的にベストセラーとなった。 そのうちに作品はテレビドラマ化されている。19歳の時、ブシュネルはニューヨーク市に移り、サイモンシュスターに子供向けの物語を執筆したが、これは出版されなかった。ブシュネルはフリーランスのジャーナリストとして様々な出版物に対して執筆し、何年にもわたって生活費を稼ぐのに苦労した。1993年より、 ニューヨーク・オブザーバーが三重の寄稿を始めた。1994年から1996年までセックスザ・シティというタイトルのコラムを執筆した。このコラムは彼女や友人のデートの経験を書いたものだった。1997年にこのコラムはセックスザ・シティとして出版され、1998年からこの本を原作とした HBO のドラマシリーズ セックスザ・シティがスタートした。このシリーズは2004年まで放送され、サラ・ジェシカ・パーカーが主人公のキャリー・ブラッドショーを演じた。プシュネルは、キャリーは自分の分身と語っている。ドラマの続編として、2008年と2010年に映画が制作された。2005年、CBS のリアリティ番組ウィッカドリー・パーフェクトの3人の審査員の1人を務めた。2007年に、 シリウス衛星ラジオで週1回のライブトークショーセックス、サクセスセンシビリティの司会を務めた。この番組はシリウスと XM 衛星ラジオの合併後の2008年後半に打ち切られた。ギャラの50%減額で番組の継続が提示されたがブシュネルはこれを拒否した。2006年にマトリックス小書籍部門を受賞した。2009年には雑誌出版社、 メレディスコーポレーションのインタラクティブマーケティング部門であるメレディス360と提携して40歳以上の女性が職場の問題に取り組む様子を描いたウェブ動画シリーズザ・ブロードルームを執筆しジェニー・ガースの主演で制作されたブシュネルの2005年の小説ディップスティック・ジャングルを原作として2008年に NBC でドラマが放映されたドラマシリーズ リップスティックジャングルはブルックシールズを主演として全20話で制作された。ブッシュネルは2008年にハーパーコリンズと契約し、セックスザシティの主人公、キャリー・ブラッドショーの高校時代を描いたヤングアダルト向けの2冊のシリーズを執筆した。1冊目のザ・キャリー・ダイアリーズは2010年4月に出版された。2冊目のサマーザシティは2011年4月に、 出版された。このシリーズはザ・シー・がマンハッタンに恋をしてキャリーの日記としてテレビドラマ化した。ブシュネルはコネチカット州グラストンベリーでカルビン・エル・ブッシュネルとカミー・ユ・サロニアの娘として生まれた。父のカルビンは1960年代に NASA のアポロ計画で使用された空冷式水素燃料電池を開発したうちの一人である。 ブシュネルの先祖は1639年にイングランドのバークシャー州サッチャムから移住したプランテーション契約の署名者の一人であるフランシス・ブシュネルにまで遡ることができる。母はイタリア経営である。グラストンベリーの高校に通っていた時、シニアプロムにおいて妹のロリーと付き合っていたマイクオメアと同伴した。その後、ライス大学とニューヨーク大学に通った。 1970年代後半にニューヨークに移り住み、スタジオ54に頻繁に通っていた。1995年、出版会の中鎮、ロン・ガロッティと出会った。ガロッティは、セックスザ・シティに登場するミスター・ビッグのモデルである。2002年、その8週間前に知り合ったばかりの10歳年下のニューヨークシティバレー団のプリンシパルダンサー。 チャールズ・アスケガードと結婚した。しかし、2011年には離婚を決意し、2012年に離婚した。プシュネルは離婚時の体験に戸惑いを感じた。ガーディアンが身に対して離婚したら住宅ローンを組めなくなりました。コンピュータのモデルに私は会いませんでした。突然私は二人でいた時にはなかったようなことに出会いました。独身でいることは大変なことだし、 ちょっとした英雄的な何かがあるのですと語っている。プシュネルはチャイルドフリーの考えを通してきたが、その決断を後悔していると、サンデータイムズマガジンの2019年のインタビューで述べている。プシュネルは離婚して50代になってから子供がいないことの影響と本当に一人でいることの影響が見えてきました。子供がいる人は子供がいない人にはないアンカーを持っていると思います。 と語った、ありがとうございます。